はい、皆さんこんにちは、ゆかです。今日はこちらの Vlog を使って日本のレストランで使える様々な表現をご紹介します。店に入る、注文内容を伝えるなど、レストランで使える様々な表現が出てきます。動画の中で私も店員さんも簡単な日本語をわざと使ったりゆっくり話したりしていません。いつも通りの日本人同士の会話です。そのため最初は少し難しいと感じるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。重要なキーワードや日本人がよく使うその他の表現についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速今日の動画の流れを説明します。以前実用日本語シリーズの1から3までを見たことがある方はこの部分を飛ばしても構いません。直接練習を始めてください。初めての方はぜひ最初に今日の動画の流れを把握してください。最初に字幕がない状態で Vlog の動画を1回見ます。この時点では日本語の表現がわからなくても構いません。大体の全体の流れが把握できれば OK です。次に私からキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後重要なフレーズについて一つ一つ解説します。そして日本語の字幕付きでもう一度同じ Vlog を見ます。この時ほとんどの会話内容が理解できているはずです。さらにもう一度今度は字幕なしの動画を見ます。字幕がなくてもどれぐらい聞き取れるのかぜひ挑戦してみてください。最後に今日の動画の中では出てきていないレストランでよく使う単語やフレーズについて紹介します。それでは早速始めましょう。まずは動画を一度見ましょう。今回の動画は神戸のレストランで撮影した Vlog の一部分です。これから見る動画には字幕がありません。大体の流れが把握できれば OK です。今回の動画の流れは店に入る、予約したことを伝える、注文するという流れです。それでは実際に動画を見てみましょう。こんにちは。予約してました。ゆかです。あ、注文いいですか。はい、すいません。お造り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お造り膳を二つ と、はい、あと御影膳を一つと、はい、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールのノンアルコールの、はい、を一つかな。お母さんもいる。あ、じゃあ2つ、すいません。シャル、緑茶とシャルドネのカクテルを2つ。はい。はい、すみません、お作り膳が2つと、見かけ膳が1つで、緑茶とシャルドネのカクテルが2つでございますね。はい。よろしくお願いします。お願いします。お待ちくださいませ。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？ではここで私からキーワードを10個提示します。こちらです。予約、注文、いいですか、一つ、二つ、それから、飲み物、カクテル、ノンアルコール、かしこまりました。それでは今からこのキーワードに注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。こんにちは。予約してました。ゆかです。はい、注文いいですか。はい、すいません。お造り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お造り膳を二つ と、はい、あと御影膳を一つと、はい、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールのノンアルコールの、はい、を一つかな。お母さんもいる。
あ、じゃあ2つ、すいません。シャル緑茶とシャルドネのカクテルを2つ。はい。はい、すみません、お作り膳が2つと見かけ膳が1つで、緑茶とシャルドネのカクテルが2つでございますね。はい。よろしくお願いします。失礼しますね。お待ちくださいませ。どうでしたか？予約とかカクテルなど何か聞き取れた単語はありましたか？それでは続いて重要な表現について一つ一つ解説します。まずはこちらの表現です。予約していました。ゆかです。こんにちは。予約してました。ゆかです。はい。私は事前にこのレストランを予約していたので、店員にこのように伝えました。予約していました。ゆかです。予約してました。ゆかです。はい。この前の部分、予約していましたは、予約したと言っても構いません。例えば、予約した今日です。また、予約したの前に時間を入れてもいいですね。例えば、5時に予約した今日です。さらに詳細な情報として、個室を入れてもいいでしょう。例えば、5時に個室を予約した今日です。今回は私はシンプルに予約したことだけを伝えました。予約していました。ゆかです。予約してました。ゆかです。はい。続いて私たちは席について注文したいと思ったので、そのことを店員に伝えました。注文いいですか？注文いいですか？はい。すいません。そしてさらに、すいません。というふうに一言付け加えました。注文いいですか？すいません。注文いいですか？はい、すいません。すいませんというのはすみませんの話し言葉です。注文いいですか？すいません。注文いいですか？はい、すいません。注文いいですか？の他に注文してもいいですか？と言っても構いません。続いて実際に自分が注文したい料理の名前を伝えました。お作り膳を一つと、お作り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お作り膳を二つと、はい、このお作り膳のお作りというのは、生の魚を切って美しく盛り合わせた料理のことです。そしてお作り膳の膳というのは料理などを乗せた台または台に乗せられた料理のことを指します。よくレストランのメニューなので何々膳というふうに使われています。そして一つというのは数を数えるときに使う日本語です。一つ、二つ、三つ、四つというふうに使います。お作り膳を一つと、お作り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お作り膳を二つと、はい、ここで私は数量を言い間違えたことに気がつきました。それでこのように言いました。あ、ごめんなさい、二つか。お作り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お作り膳を二つと、はい、ごめんなさい。というのは比較的カジュアルな謝る時の表現です。もし非常に丁寧に話したい場合は申し訳ありませんと言います。あ、ごめんなさい、二つか。お作り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お作り膳を二つと、続いて私は訂正した注文をもう一度言い直しました。お作り膳を二つと、お作り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お作り膳を二つと、はい、ここで店員が私の言った注文内容を繰り返して言いました。お作り膳がお二つと、はい、お作り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お作り膳を二つと、はい、ここで注目するのは店員の言い方と私の言い方が違うところです。私は二つと言いました。店員はお二つと言いました。
2つの前におがついています。このおは丁寧さを加える意味があります。お造り膳がお二つと、はい、お造り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか、お造り膳を二つと、はい、続いて私はもう一つ料理の名前を言いました。あと御蔭膳を一つと、あと御蔭膳を一つと、はい、ここのあとというのはさらに追加の内容を言いたいときに使います。御蔭膳というのはこのレストランのオリジナルの商品料理の名前です。御蔭というのはこのレストランがある場所の地名です。あと御蔭膳を一つと、あと御蔭膳を一つと、はい、続いて私は飲み物について店員に伝えました。それから飲み物で、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールの、ノンアルコールの、はい、を一つ。先ほどまでは料理について話していました。ここから飲み物に変わります。そのことを伝えたかったので、私はまず最初にこのように言いました。それから飲み物で、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールの、ノンアルコールの、はい、を一つ。この飲み物の部分はドリンクに変えてもいいですね。ドリンクというこのカタカナの表現もよく使われます。続いて具体的な商品、飲み物の名前を言いました。緑茶とシャルドネのカクテル、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールの、ノンアルコールの、はい、を一つ。ここで出てくるシャルドネカクテル、これは両方ともカタカナで書かれていますね。外来語です。実際レストランの飲み物のメニューの中にはこのようなカタカナがたくさん出てきます。最初は皆さん慣れないかもしれませんけど、ぜひね、たくさんカタカナの名前を覚えてください。続いて私はこれがお酒が入っていないものだということを改めて強調したかったので、このように言いました。ノンアルコールのを一つ、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールの、ノンアルコールの、はい、を一つ。通常カクテルというとアルコールが入っていることが多いですよね。でもこの飲み物はノンアルコール、つまりお酒が入っていないものでした。そのため私は確認のためにこのように言いました。ノンアルコールのを一つ、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールの、ノンアルコールの、はい、を一つ。ここで数量について私は一つと言いましたが、飲み物なので一杯と言ってもいいですね。例えばカクテルを一杯、ジュースを一杯というふうに飲み物の数量、1杯、2杯、3杯を使っても構いません。そしてここで私は自分の母親がこの飲み物を飲みたいかどうか気になったので、途中でこのように聞きました。お母さんもいる？お母さんもいる？お母さん、このお母さんもいるという部分、私と母親という家族の関係だったので、このようにカジュアルに聞きました。そして母親はこのように答えました。うん、お母さんも。お母さんもいる？お母さんも。実際にはお母さんもの後ろにはいるという動詞が入りますが、ここでは省略されています。うん、お母さんも。お母さんもいる？お母さんも。でここで私と母親2人とも同じ飲み物を注文することが分かったので、数量が変わりますね。でそのことを店員に伝えました。じゃあ2つすみません。あ、じゃあ2つすみません。緑茶とシャルドネのカクテルを2つ、はい、最後にすみませんと言ったのは店員の操作の手間がかかると思ったからです。じゃあ2つすみません。あ、じゃあ2つすみません。緑茶とシャルドネのカクテルを2つ、はい、続いて私は改めて店員に商品の名前と数量を伝えました。緑茶とシャルドネのカクテルを2つ。あ、じゃあ2つすみません。
シャル緑茶とシャルドネのカクテルを2つ、はい、はい。ここでほとんど同時に店員が私の言った内容を復唱しました。シャルドネのカクテルがお2つ、はい、あ、じゃあ2つ、すいません。シャル緑茶とシャルドネのカクテルを2つ、はい、はい。ここでもやはり店員はお二つというふうに二つの前におをつけています。丁寧な表現です。シャルドネのカクテルがお二つ、はい、あ、じゃあ二つ、すいません。シャル緑茶とシャルドネのカクテルを二つ、はい、はい。最後に店員が今回の注文内容を確認しました。お造り膳がお二つと三影膳がお一つ、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお一つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。ここで重要なのは最後の部分の言い方です。お二つでございますね。このねは確認の意味があります。自分が今話した内容は合っていますよね、正しいですよね、間違いがありませんね、という確認の意味があります。ございますの部分、もし丁寧でない普通の表現だったらですねです。例えば最後の部分、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つですね。でもこの店員は非常に丁寧に話していて、ですねの部分がでございますねに変わりました。また間の数量についてもお一つ、お二つというふうにをつけた丁寧な表現を使っています。皆さんが客として注文するときはお一つ、お二つという必要はありません。でも店員は皆さんに対してお一つ、お二つというふうにをつけます。お造り膳がお二つと三影膳がお一つ、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお二つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。店員の言った内容に間違いがなかったので私はシンプルにはいと答えました。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお二つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。これで注文が完了しました。店員はこのように言いました。かしこまりました。ご用意しますのでお待ちくださいませ。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお一つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。この部分は少し早口だったので聞き取りにくいと思ったかもしれませんが、実は店員さんはねこのように話していました。かしこまりました。ご用意しますのでお待ちくださいませ。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお一つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。かしこまりましたは、わかりました。了解しましたという意味です。ご用意します。これは謙譲表現です。ご用意します。イコール用意します。最後の部分のお待ちくださいませ、これは尊敬表現です。おごくださいというのは相手に対して何か要求するときに使います。待ってくださいの丁寧な言い方です。かしこまりました。ご用意しますのでお待ちくださいませ。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお一つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。この場面で私はこのように言いました。お願いします。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお一つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。お願いします、もう非常によく使う表現ですよね。実用日本語シリーズでは何度も出てきました。お願いします、相手に何か依頼する、自分の代わりに何かやってもらうという時に使います。はい、そんなお造り膳がお二つと三影膳がお一つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちくださいませ。はい、それでは続いて日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。
今一つ一つのフレーズについて勉強してきたので、次の動画を見た時になんとなく全体の内容がわかると思います。それでは早速見てみましょう。こんにちは。予約してました。ゆかです。あ、注文いいですか。はい、すいません。お造り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お造り膳を二つ と、はい、あと御影膳を一つと、はい、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールのノンアルコールの、はい、を一つかな。お母さんもいる。あ、じゃあ2つ、すいません。シャル、緑茶とシャルドネのカクテルを2つ。はい。はい、すみません、お造り膳が2つと、御影膳が1つ。で、緑茶とシャルドネのカクテルが2つでございますね。はい。よろしくお願いします。失礼します。お待ちくださいませ。どうでしたか？注文いいですか？かしこまりました。など、何か聞き取れたフレーズがあったんじゃないかなと思います。では、最後に、日本語の字幕がない動画をもう一度見てみましょう。字幕がない状態でどれぐらい聞き取れるのか、ぜひ挑戦してみてください。こんにちは。予約してました。ゆかです。はい。あ、注文いいですか。はい、すいません。お造り膳を一つと、あ、ごめんなさい、お二つか。お造り膳を2つと、あと御影膳を1つと、はい、それから飲み物で、はい、この緑茶とシャルドネのカクテル、ノンアルコールのノンアルコールの、はい、を1つかな。お母さんもいる。お母さん、あ、じゃあ2つ、すいません。シャル、緑茶とシャルドネのカクテルを2つ。はい、すみません、お造り膳が2つと御影膳が1つで、緑茶とシャルドネのカクテルがお二つでございますね。はい、よろしくお願いします。失礼します。お待ちくださいませ。はい、いかがでしたか？最初に同じような字幕がない動画を見たときは全くわからなかった方も、今見たときには少しわかる部分が増えたんじゃないかなと思います。では最後に、今回の動画の中には出てきていないけどレストランでよく使う表現を紹介します。最初に、店に入るとき店員からよく聞かれるフレーズです。今回は私は自分から予約したことを伝えましたが、店員から先に聞く場合もあります。このとき店員が使う表現としては、例えばこのようなものがあります。予約はされていますか？ご予約はいただいていますか？いずれにしても予約というのがキーワードですね。されていますかは、していますかの尊敬の表現です。予約はされていますか？いただくというのは、もらうの謙譲表現です。もし予約している場合はこのように答えます。はい、予約しています。もし予約していない場合は、このように答えます。いいえ、予約していません。予約していない場合は、ここで待つようにと言われるかもしれません。その時、店員が言う表現は、例えばこのようなものがあります。それでは、こちらで少々お待ちください。お待ちくださいというのは、これも敬語表現の一つですね。待ってください。の尊敬表現です。お待ちください、こちらで少々お待ちください、または名前を書く必要があるかもしれません。その場合にはこのように言います。こちらにお名前を書いてお待ちください。続いて注文について、自分が注文したいと思った時にそのことを店員に伝える場合、このような表現があります。今回私は一番上の注文いいですかと言いました。またそれ以外にも注文してもいいですかとか注文お願いしますのような表現があります。自分が注文したいけれど店員が近くにいない場合、私はこのように少し手を挙げて待ちます。これは国によって違うのかなと思うんですけれど、
まあ、何もね手を挙げないでただこう待っていてアイコンタクトをするという方法もありますね。ただ私はなるべく早く気がついてほしいのでこのようにちょっと手を挙げますね。はい。そして店員とこう目が合ったら注文いいですかと言います。はい、皆さんいかがでしたか。本日はレストランで注文するときに使える日本語をご紹介しました。ぜひ次に日本へ来た時にレストランで使ってみてください。次の実用日本語5では同じ Vlog を使って途中で店員にメニューをもらうとかお会計をするといった場面について紹介します。ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。